あの、青井空さん、ある方にですね、<laughs> はい、あの、公開プロポーズしたみたいですね。今日ですね。はい、うん。これどういうことですか今日、今日,今日です。今日、まああの、あの、試写会の、あの、映画の試写会で、あの、出させてもらったんですけど、はい、はい。ちょっと、っのあの、韓国の俳優さんなんですけど、えー、ハ・ジョンウさんっていう、ハ・ジョンウさんね。はい。方に、超好きなんです。 超好,き超好きなんです、まだお会いしたことないんですけど、映画を見て、うんはあ、すごく。それ見た目がかっこいい、<laughs> ドストライクってことなですかいやあの、まあ、あの、そうですね、見た目もそうなんですけど、ドストライクなんですけど、はい、まあでもあの、芝居がすごく素敵な方で、はい、やっぱあの芝居を見て。 最初は何の作品でハマったんですかチェイサーっていう猟奇殺人の殺人犯の役をやってる子なんですけどすす表情されまよも超かっこいいんです、もうチェイサーの波状さんを見てからいろんな映画を見て好きが高じて今回テロライブっていうのが新しく日本で公開されるんですけどそれもう本当かっこいい。 よくってもう最初からニヤニヤが止まらないんです。うんうん、もうハジョンさんしかも画面にいないので、<laughs> ほぼ。<laughs> あのテロライブ見見ました見ました <laughs> 見ましたあ<の>したテロライブは、ね、あのハ・ジョンさんの,その、まあ、タバコ吸いながらずっとハ・ジョンさんが映ってるっていう映画で、まあ、ストーリー自体はその、まあ、ラジオの,そのキャスターをそのハ・ジョンさんがしていてリスナーからの電話を受けながらそれに対してそのやり取りをしていくっていう,ようなところから、まあ、スタートしていく<ー>でその映画自体がリアルタイムで進んでいくんですけれども、ええ、その電話の中であのテロ予告をする人とつながっちゃうわけですよ。よいたずらだろうと思って あのまあ、その人との,あの電話を一回切っちゃうわけですね。うん、だけどあの、またかけてきてあの、じゃあ本気だっていうことを見せてやるよって言って、まあ、爆破が起きてしまって、そ,でね、でそれがなぜそういった事件を起こしたのかっていうことを、まあ、あのその橋本さん演じる役で,です、ねまあ、聞きながら、うん、橋本さんはそれをもってあの、かつてはテレビのキャスターだったので、そのキャスターに手柄を持って返、まあ、り咲こうっていうような、うん、まあそうしたその、まあ、 思惑を持ってですねうあの、まあ、電話を繋いいででくとでもその実際にその爆破予告をした犯人の背景には、まあ、あの政治がですね、まあ、あの公共事業でやっていたことに対する、まあ、あの経緯というものがないじゃないかという、うん、そうした批判意識を持ってあの行っていたということがどん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 ん分かってくるようになりそこにある種の格差問題があってねということが明らかになってくるようにっていうよまあそういったサスペンスが、ね、行われている作品ですけれども。 すすごい,かっこい,いですずっと映ってます <laughs>、はい、ずっとっと映てるんですでも橋本さんってどうなんじゃ <laughs>、はい、韓国での基準はどうかわからないんですけど <laughs>、はい、いわゆるイケメンっていうタイプのか<ー>美少年とか、ね、いわゆる例えば日本だとジャニーズ系とかっていう感じではない <laughs> 感じじゃないんです,ですよねそうなんですだからやっぱ写真で見ると魅力がちょっと伝わらないのかなってやっぱ動いてないと <laughs> 動いてないと まあでも動くと本当にこの人いろんな表情するんだなっていうはい、はい、テロライブとかもずっとアップで映ったりとかするんですけど<ー>本当喜怒哀楽の出し方がすごいんですよいもうびや怯えた顔とか見た時にも守ってあげたいという感じですそれだけこれだけ葵さんを虜りこにする演技力 やっぱり表情の緩急のつけ方っていうのが映画とか作品に引っ張る力がありますよ、ね、そうですね、もう本当、絵としてはあんまり変わらないんですけど、本当にあっという間に終わるっていう、なんかこう、すごいこうドキドキしながらこう見れる作品だなっていうのを、今回、テロライブは本当思いましたねそしてそのテロライブの,、はい、あの PR イベントなんですよね、そうです、PR イベントです。はい で、この TPR イベントで、ハジョンさんに何か伝えたいことありますかと聞かれて、なんて答えたんですか本当に、あの、初めまして結婚してくださいっていうのを、はめましての時に言いたいって話をしたんです。それを韓国語で。韓国語でやったんです。じゃあ今勉強してるマッサージでもあの、ま、もういつか会えるためにと思って、もう韓国は勉強してるんですけど、もうそこだけはもう完璧に言えますね。はよ。 <laughs> これあの、女性からその男性にプロポーズすること、今、韓国ではどれぐらいになってるんでしょうね。いやどううなんでしょうねいや日本でもまだあの半々ぐらいはなかったりもするじゃないですか。うん。うんいや、でも昔,昔って、いつの昔よって言われるかもしれないけど、今は、まあ、それはなんていうのかな、うん、増えてるっていう印象だけどね。まあそそううでしょうねうこれ仮にその、はい って言われたら「<laughs> オッケーって言われますか <laughs> いやもう、えー、あの結婚ですよね <laughs> 決まりあうじゃいもう婚姻届やの,あの名前書いて送ってれば送 <laughs> <laughs> ってして<笑><笑>いやもう,もうととにかくねお会いしたいですねまずははいだからもうちょっと本当来日した時に呼んでもらうようにこう種を入れて帰るあの予感もしてますか <laughs>、はい いやー、でも、まあ、はい、あの、来日した時はもうぜひ呼んでください、うんうん、みたいな感じです。結構こういった仕事って、<laughs> あ、あの人と会うことになるだろうな、って思いながらやることってあるじゃないですか。うん、はい。 予感ありますいやーでも来日、まあ、でも忙しい方なので、うん、なんか来日した時はもう絶対に私も日本にいたいなっていう感じなの、はい、今あのめっちゃ青井空さんくねくねしてます <laughs> いや <laughs> もう本当に気になるんですジョンさんの話になった途端に、うん、くねくねくね,くね <laughs> あのメロメロです乙女って感じですね、うん 本当に本当にかっこいいんです。これ間違いなくあのこれやっぱりメディアに乗って報道もされましたし、となると韓国メディアもハジョンさんに対してやっぱり当てるでしょうね。どうしようなんかもケムタがられたらどうしようっていう感じです。今日本や中国でも当然有名な青い空さんが結婚してくださいって言ってますけれども。私たちの視野なら当てますよね。当てますよね。なんならこの番組当てたいですよね。繋げないの。 今はまあ無理だろうけれどもなんか聞けないのかななんとかねちょっと考えてみましょう、うん、やれないことはないと思いますけどねテロライブ経由でやることだって可能でしょうからうーいやー、うん、だってああどうしようもうだからもう実際こんなこと言ってますけど、はい、お会いしたらもう本当にもう何も言えないんだと思います

<laughs> 一ファンなんですね。うそうですね。どうですかそういったことが報じられると、はい、なんかこう、ウェーブーとかでも、はい、もあのええー、っていうような、のね俺らの女神が、みたいな。<laughs> <laughs> まあでもあのツイッターとかでしょっちゅう言ってるのでファンは知ってますねああああなるほどう、はあ、また漏津が何か言ってる <laughs> また言ってるみたいな感じなんですけど <laughs> はい、あ、いやもうこうやってこうあの記事にされたことはなかったのでそうですよね、はあ、こんなちょっとヤフーニュースが大変なことになってると思ってますこれ何本も近づいたんじゃないですか <laughs> これあの記事見ました自分ご自身 <laughs> 見ましたもういい記事載ってるなって <laughs> <laughs> びっくりしますよねはい <laughs> <laughs> 青い空が初めて公開プロポーズっていう <laughs> その通りですって思っいう記事を。<laughs> <laughs> 正面からその通りですっていう歌手の歌んですよ熱愛とかに対していやいやそんなことないですって。何も答えないとかね。あるじゃないですか。お会いしたことがないの勝手に言ってるだけなのであれですけど散歩ぐらい先の話をしますけど仮に結婚生活が始まったら日常会話もできるぐらいには頑張ります。頑張ります頑張ります絶対もう始まる前にもちゃんと完璧にしときます。